そうですね、やっぱそういうのはやっぱ絶対にあってほしくないという思いはありますし、まあ何を根拠にとかはないんですけど、まあ絶対そうはならないと、確信しています。そうですね、やっぱこのクラブ、そしてこのクラブに携わっている方々のおかげで今の自分があると思うんで、本当にこのクラブというのは僕自身を作ってくれた場所だと思ってます。やっぱここでのその僕自身の思い残ってることというのはもうたくさんありすぎますが、一つやっぱ天皇杯を取った時の感動というのは大きかったんじゃないかなと自分の中で、あります。やっぱもちろんその一つ今昇格というものが目標の中で、もっとこうみんながもっと今以上にこうみんなを思い、クラブを思い、ピッチで戦うチームになるために、急にはやっぱ団体スポーツであり変われないというのは自分自身もよくは分かってるんですが、ちょっとずつでもそういう方向になるように、自分なりに考えてアクションを起こして、そういうチームに、一歩でも近づけるよう努力し、その努力の過程に昇格というもの、そしてその将来に J1 での優勝というようになれるよう、努めていきたいです。そうですね、ホームでの試合は残り5試合、とにかくここからが本当の、まあずっとシーズン通して本当の戦いなんですが、ここから、昇格がかかっているチーム、昇格がなくなるチームはっきり分かれてくると思うんですけど、その中でも昇格を目指せる中にいる中で、まだ昇格圏内、その3位以内には入ってない中で、そこを目指さなくてはならないという、すごいエネルギーが必要な、時だと思います。僕たちも本当100%の力を出し戦うんで、それ以上の力をピッチで出すためには皆さんの力が必要です。ぜひスタジアムの方に足を運んでいただき、僕たちと一緒に戦い、そして一緒に昇格という最高の喜びを分かち合いましょう。セーブアワーベルディ。